ジャングリアは世界自然遺産の森林ヤンバルの体感をコンセプトに、今帰仁と名護市にまたがるゴルフ場跡地に来年オープンする予定です。昨夜の説明会は、施設に隣接する名護市の中山区が渋滞対策などについて考えを聞くために開いたもので、区民らおよそ80人が参加しました。この中で参加者からの生活道路の渋滞は死活問題だという声に対して、運営会社のジャパンエンターテインメントは右折帯や信号機の新設も含めて県や県警と協議を重ねているなどと説明しました。交通渋滞の面だったりを進めていくということでしたので、そこは期待しながら一緒になって課題解決に取り組んでいきたいと思っています。また利用料の県民割については、地元の人にも利用していただきたい、前向きに検討すると回答しました。